にちは、証券ママです。今日はですね、アサリの水煮缶でクラムチャウダーを作っていきたいと思います。はい、それでは材料です。まずはですね、アサリの水煮缶、こういった水煮缶があるんですが、これは全部で 135g あります。中の汁も一緒に使います。あとお野菜です。じゃがいもがだいたい 100g なんですけれども、1個だいたい普通のじゃがいもでしたら1個なんですが、うちは今こういったちっちゃいじゃがいもしかないので、これも皮をむいてお水につけてあるんですが、これを 100g、 じゃがいも 100g、 それから人参が1/2本、それから玉ねぎがですね、あまり大きくないのを1個、それからベーコン2枚、はい、それから調味料ですね、薄力粉です。薄力粉をだいたい大さじ1杯半、それからバターですね、バターを 15g、 それからコンソメ顆粒、これに入ってるんですが、コンソメ顆粒も小さじ1入れます。それからニンニクですね、ニンニクのチューブなんですが、だいたい2センチぐらい入れます。それから塩コショウ、それからお水を 400cc に、牛乳ですね、牛乳を 200cc 入れます。はい、材料は以上です。それではまず野菜を切っていきます。だいたい全ての野菜をだいたい1センチ角くらいに切っていきます。適当でいいんですが、じゃがいも1センチぐらいに切りました。はい、人参も同じように切っていきます。人参も全部切れました。はい、玉ねぎも同じように切ります。玉ねぎもこんな感じで切れました。それからですね、ベーコンですね、ベーコンもだいたい1センチ角くらいに切っていきます。ベーコンも切りました。はい、これで全部切りました。はい、それでは作っていきます。まずですね、お鍋にバターを入れます。バターこれが 15g あります。はい、バターを入れます。そしたらばですね、玉ねぎとベーコンを入れます。あとニンニクですね、ニンニクチューブを2センチほど入れます。
はい、これで炒めていきます。これでですね、玉ねぎがですね透き通るくらいになるまで炒めます。火は中火です。はい、こんな感じに玉ねぎが透き通ってきたら、じゃがいもと人参を入れます。はい、こんな感じに全体に油が回ったら、一度火を止めます。一度火を止めてですね、先ほどの薄力粉大さじ1杯半を振り入れます。そしたらばこのお野菜に絡ませます。火は止めてくださいね。はい、よーく絡ませます。薄力粉がこのように絡んだら、お水を入れていきます。お水 400cc 入ります。はい、また火をつけます。コンソメ顆粒を小さじ1入れます。はい、そうしてこの材料が柔らかくなるまでしばらく煮込みます。それでは煮込んでいきます。はい、だいぶ沸騰してきました。そしたらばね、こういったアクを少しこう取ってくださいね。アクを少し取りながら、材料が柔らかくなるまでもうしばらく煮込んでいきます。ちょっと蓋をずらしてした方がいいかもしれません。はい、ちょっと見てみますね。もうだいぶ柔らかくなってきたと思います。はい、材料が柔らかくなりました。そしたらはですね、ここに先ほどのあさり水煮缶ありますね、これを入れていきます。これ汁ごと入れちゃってくださいね。汁ごと全部入れます。はい、あさり水煮缶が全部入りました。それからですね、牛乳です。牛乳 200cc も入ります。はい、牛乳 200cc 入りました。それでですね、ここでちょっと一度お味を見ますね。これで少し塩コショウをします。はい、塩コショウしました。うん、美味しいと思います。もうちょっと塩かな。はい、大丈夫です。お好みで塩コショウで調整してください。そしたらはですね、あとこれもう少し煮込んで、ちょっととろみがつくまで煮込んだら出来上がりです。はい、
このようにちょっととろみがついてきたらもう大丈夫です。あまり煮込みすぎてしまうとアサリとかが火が通りすぎてしまうので、このぐらいで大丈夫です。はい、出来上がりです。はい、アサリ水煮缶で作ったクラムチャウダーができました。アサリの水煮缶ってお出汁が入っててとっても美味しくなります。とっても簡単なので皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。皆さんいつもありがとうございます。よろしければまた遊びに来てくださいね。バイバーイ。証券ママでした。